今ね、基礎を浮かしてる状態です。ブロックの穴の中にモルタル入れて重み出すから、はい、これをここにドーン、はい、ジャバー、よし、ここまで来れた。よし、じゃあ板張ろうか。あれ？ね、こう思ったんだけどさ、こっちできてないのに板張っちゃったらさ、ダメじゃね？はい、ということでこんばんは、モカ太郎です。グラスウールやら木材やらいろいろ買ってきました。さあ、どっからやろうかな。まずここ作っちゃおうか。よし。したらば、スタイルをこっち貼ってたんだけど、グラスウールここに貼り付けることにしたので、この廃材の L 字フックの代わりになるもの、バーっとつけていっちゃおうか。これだけあるからね、廃材。よし。よし。グラスウール貼っていきまーす。なんか、このグラスウール、耳がちゃんと分離しないタイプだ。なんか、しょぼい。これでいいでしょう。したらね、グラスウールは、防湿シートも貼ってあるから、この上にシート貼る必要ないんだけど、この耳と耳の間に気密テープ貼らないといけないのね。それ、めんどいから、シートでバーっとやっちまいます。これを持って一直線歩けるかっていう問題があるよね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、いけた。よいしょ。もう一丁行こう。よし。はい、じゃあ床断熱全部終わりました。この後床張ってみようか。でもさ、床板が9ミリだからさ、なんか薄い気がしてるよ。うん。板は厚くしてもいいかもしれないね。ちょっと薄かったかも。よいしょ。今令和4年だっけ。令和4年だよね。よいしょ。でね、今歩いてる感じ、全然ぬかぬかしない。あー、めっちゃ嬉しい。まだね、ビスは売ってないんだけど、ぬかぬかしてないよ。全然オッケー。
硬いわ。ほんでちょっとここの扉のところ、この扉そのまんま使ってあげたいんだよね。鉄だから丈夫だし外す必要がないんだよな。だからぶち抜いてドアだけつけてあげようかなとも思うし、そのまま引き戸で使ってもいいとは思うんだけど、どうしようかな。ちょっと切ってみようかな。よいしょ。一発でうまくいくとは思わないけどね。ノックかかった。一発でいけた。いけた。よかった。でも出れなくなった。ロックかかっちゃった。まあいいか。問題なくビス止めできそうだね。18ミリでやってみようかな。結局置くものすごく重いものばかりだからそっちの方がいいよね、きっとね。モカ太郎の動画。はい、おはようございます。モカ太郎です。これこれこれ、1枚の床で、これ2枚の床。歩き比べてみると、1枚の方は下のなんていうの、基礎というか骨組みの質感が足に伝わるんだけど、2枚目はこの床板の質感が足に伝わるから、どっちがいいかなって思って2枚にしてみる。18ミリの床になります。ほんで、前回の動画のコメントで、私今こう横に張ってるでしょ。これなんか本来縦らしいんだよね。これ縦らしいんだよ。本来は教科書に載ってる貼り方は縦なんだって。でもさ、私何度も言うけど、勘で作ってるから、じゃあ教科書通りにこの板を縦に貼りましょう。そうすると下の木で作った骨組みが教科書通り縦の骨組みになってない、オリジナル骨組みだから、教科書通りに上だけ作っても下が教科書通りに作ってないので、私横向きに骨組み補強してたじゃん。だから横向き専用のオリジナル骨組みを作ってたんだよーよーだからね、ごめんね、本当に申し訳ない。教科書通り行かないんだわこいつ。こいつは教科書通り行かないんだわ。全部横向きで貼っていくからね。ごめんね。マニュアル通りにきちんとやりたい人にとっては、もうゲロ吐きそうなぐらいの事態だと思うんだけど。いいじゃん。ってことで、もう私ね、でね、この木の種類とこの木の種類違う。なぜならば、私が愛してるコメリのこの床板。買い占めちゃったので、入荷結構時間かかるから、ごめん、今回はごめん、やましい。なんかさ、この木さ、なんちゃらかんちゃら合板って書いてあって、あんまり床に適してないやつなんだけど、9ミリこれしかなかったもんだからさ、いいよっつって買ってきた。あんまりもたもたしてるとね、宮大工のお友達が来た時にバカ怒られるからね、もうバレる前にね、床完成させりゃバレねべ。いや、バレるな、バレるわ。逆だっぺよこれって言われる。逆だっぺよって言われたらさ、知らんぷりするしかないよね。ほら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 、来たんじゃないこれ。なんかサイズが合わねえぞ。まあなんか2枚ぐらい合わないけど、行った時はどうにかなんじゃねえか。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待ってよって、ちょっと待って、ほら、床っぽいでしょ今。ぽいだけだから、ぽいだけだよ。何これ、ちょっと待ってね。
これは緊急事態だ。あんまりもたもたしてると農家友達戻ってきた時にも怒られるかな。私、おめえ何やってんだって、俺が軽トラ出してる素材ミスんじゃねえって言われるから、ちょマジで早く証拠隠滅しよう。証拠隠滅せよ。これなんでサイズ合わねえ、なんでこれサイズ合わねえんて。ちぎればどうにかなるわ、ちぎれば。そう、さ、今ネットとかさ、見りゃいくらでも達人が作ったやり方をさ見ることができるじゃん。でもね、私さ見ないんだよ、そういうの見ないで、てめえの頭で作るもんだから、だいたいミラクル起こるんだよね。あ、で、この1枚目の板をなんかね、捨て板って、私業界用語わかんないんだけどさ、捨て板っていう意味と同じことをしようとしてるらしいよ。1枚目は捨て板、2枚目は目地ずらしで9ミリを張って肉18、18ミリの床を作ってるらしいよ。だからそんな感じみたいだよ、私がやってることって。だからコメントを読んでるとさ、その専門用語なるものが飛び交ってて、前半戦は言ってることわかるんだけど、後半何言ってるかわかんないんだよね。ありがとうって思って読んでんだけどさ、半分以上理解できてないんだよね。そう、だから大体なんか、なんとなくもやんと、もやんとしか理解してないっす。おかえり。ねえねえ、すげえじゃん。あと社会が90。すげえ。理科がもう待ってんです。すげえ。お前頭いいんだな。50問テスト53だよ。頭悪いな。任せるよ。私ができなくてもあいつができればオールオッケー。できなきゃ誰かが補え。他力本願。縦と横の隙間考えやがれバカ野郎。よいしょ。すげえじゃん、お前頑張ってんじゃん。なんだよ、脳みそ筋肉でできてるのかと思って、嬉しい、私は嬉しい。割合やってみなさい。なんだ割合っちゃ。モカ太郎の動画。こうか。じゃあね、ボンドでびっちり2枚を1枚にするから、くっつけちゃう。よいしょ。はい、ぬかぬかしませんよ、最高ですよ。よいしょ。いたー。バカタレがくるぶし折れた。バカタレが、バカタレが、まったく余計なことばっかりしてんだから私は。はぁ、モカ太郎の動画。よし、はぁ、終わった。はぁ、ちょっと待って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 待てよ、何千本使ってんのよビス、マジでバカバカアホほど使ってんだけど。あとはフロアカーペット届いたらここに敷いてあげればめちゃくちゃ綺麗になると思うので、ぬかぬか問題も解決いたしまして、なんかわけわかんない骨組みでオリジナルの床を作っちゃいました。よいしょ。危ねえ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 、ね、ちょうど終わりにしようと思ったらクッションフロア届いちゃった。だからこれ敷いちゃね、ちょっとおでこしがテンションマックスだった。あっそうあっそう、よいしょ。やーねーやんなきゃいけないから。足りない。
ないで死んじゃう。あ、そうだね。な。ね、これかっこよくない？いいぜ。いいぜ、かっこいいぜ。最高じゃん。まだ空いててこの後だけで完成が楽しみだね。よし、じゃあ終わりにしよう。にゃー。